ガメトゴニー、生殖体形成は単細胞寄生生物の増殖症の一つで有性生殖のため配偶子を形成する過程。ガメトゴニーを行う細胞を生殖母体、ガモント、またはガメトサイトといい、生じる配偶子は生殖体、ガメートと呼ぶ。子由の配偶子が形態的に類似している場合を同型配偶。 死ゆ差が明瞭にある場合を異形配偶と呼ぶ。分類群によって、ガメトゴニーの様式は大きく異なる。グレガリナ類の場合はメロゴニーを行わないことが一般的で、宿主体内に入ったスポロゾイトが細胞に付着、または侵入して、ガメトゴニーを開始する。同型配偶であり、十分発達したガモントは、連接により、死ゆで体をなし、ガメトシストを形成する。 その後、ガメトシストの内部で子ゆそれぞれの生殖体が多数形成され接合を行う。コクシジウム類の場合は、メロゾイトの一部が子ゆの生殖母体へと分化して、ガメトゴニーを行う。異形配偶で、大型の方を死性生殖体、小型の方を優生生殖体とする。コクシジウムのうちアデレア類では、子有差はそれほど明瞭ではなく、いずれも不動性で、 クレガリナルいに似た連接を行う。これに対して、アイメリアルイでは、卵生殖に近く、姿生生殖母体は、不動性のまま姿生生殖体となるのに対し、優性生,生殖母体は、多数の優性生,生殖体となり、弁網により運動して、姿生生殖体と接合する。ありがとうございます。